千歳大橋は、新潟県新潟市中央区の信濃川に架かる国道116号、国道289号、新潟県道16号新潟亀田内野線の道路橋梁。新潟市の市街地に架かる全長291.7メートルの4景間連続運びた橋である。車道は片側2車線の、計4車線で、両側に歩道を備える。 歩道に設けられている踊り場には1947年制定の新潟県民家及び1969年制定の新潟市民家砂浜でのレリーフが設置されている。信濃川の川口より道路橋としては数えと5番目に位置し、上流側には本川大橋が、下流側には昭和大橋がそれぞれかかっている。新潟県民家のレリーフ1970年代。 後半、新潟市の都市計画道路、小針の軌跡や線の一部として、市内中心部の交通の円滑化を図ること、さらに1985年に移転予定だった、新潟県庁舎周辺の交通路の確保を目的として建設が計画された。新潟市を事業主体として、1979年に事業着手。 総工費46億3000万円をかけて1985年5月21日に下流側2車線が暫定2車線で開通した。同日には千歳大橋に沈めから明家インターチェンジに至る区間も開通した。その後県道に昇格し、1994年4月に上流側2車線が完成した。元々は新潟県道十六号新潟亀田内野線の 区間であったが、国道116号の経路指定変更に伴い、2008年4月1日より国道116号の区間となった。ありがとうございます。